クリップ、キー山地周辺の地形付き山地は、キー半島の内中央構造線以南の大半を占める山地。浸食が著しいため、険しい地形がよく発達している。三重県、奈良県、和歌山県にまたがっている。赤稜の方向はおおむね北東南西に走り、1500メートル前後の尾根が連なる。最高峰は八京ヶ岳で1915メートル。 古くは8世紀頃から聖なる地として中央の人々の関心を集め、古事記や日本書紀に言及が見られる。仏教伝来以後、山岳仏教や仏教と日本の土着信仰とが融合して成立した修験道の修行の地として、高野山や吉野が成立し、後に紀伊半島を浄土とみなす信仰として、熊野三山を中心とする熊野信仰の霊場ともなり、霊場に至る。 三景道が発達した。こうした歴史を背景として、紀伊産地の三つの霊場とそれらに関連する三景道が紀伊産地の霊場と三景道として世界遺産に登録された。大台ヶ原山を望む朝鮮岳から未戦八京が岳を経て仏性が岳までを望む熊野川紀伊山地は外観すると中央部が最も高いドーム型の形状を呈しており、 典型的な極流産地である。活断層はほとんど海無である。第一系としては、四国産地と同じく西南日本湖の外湖流機体に分類される。外湖流機体は、フィリピン海プレートが南海トラフにて西南日本湖の乗るユーラシアプレートの下に沈み込む。際に、ユーラシアプレートの南端を押し上げられることによって形成されたと考えられている。その後、南西日本湖に 東西方向の圧縮応力が働き、古全体が波打つような形状を呈した、外古流気体も、流気地形と沈降地形が交互に連なる大地形が形成されており、それが、キー山地キー水道四国山地である。中部山岳地帯ほどではないが、全般的に侵食地形が発達しており、侵食速度は1ミリメートル、年以上に達する。山地には、 険しい斜面が多く見られる。赤両部は標高1500メートルから1900メートルに及び、手法としては八峡が竹、釈迦が竹、山上が竹などがある。このほか山地東部の手法に大台ヶ原山、山地南部の手法に大東山などがある。木遺山地を流域とする最大の河川は、新宮川水系であり、山地中央部の大部分を占める。以下、 主な河川を外観すると、山地北部には、吉野川水系や宮川水系が、山地西部には、有田川水系や日高川水系が、山地南部には、引川水系や小座川水系が、それぞれ流れている。那智滝木山地は、地質で見ると3地域に分けられる。山地のほとんどを占める深体の地域、深体層と、中心与大積岩層とが不整合に重なる。 地域、火山性の酸性岩類からなる地域である。木の川北岸沿いに走る中央構造線以南には、ほぼ全域にわたって、四万都帯が広がる。北西部には、南側帯秩父体、黒瀬川帯が帯状に分布し、北東部にも秩父帯が帯状に広がっている。四万都帯は北部に行くほど古い。四万都帯のうち、最北の日高川総群の形成時期は、 白秋であり、その南方の大人東側総軍、室総軍は第三期層である。以上が不可体の地域である。室総軍の東方の熊野総軍と同じく西方の田辺総軍は中心与大積岩層と四万と大都が不整合に重なっている地域である。いずれも室総軍よりも新しく約1400万年前までに形成されたと考えられている。火山性の酸性岩類は 紀伊山地の東南部を中心に分布している。熊野総群が成立した約1400万年以降の火山活動により作られたのが熊野山生岩類である。那智滝から熊野灘沿岸にわたって分布しており、特に海岸域では海色、風色によって独特の気岩景観を形成している。また、赤領部付近にも大峰山生岩類が細長く分布している。 日本列島が形成され始めた頃にはすでに存在していた世界遺産登録推進産県協議会2005世界遺産基機産地の例状と産経道世界遺産登録推進産県協議会 PP60 から62ありがとうございます。